不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。初めて聞いた時はマジですかっていう感じですよね。町内会から呼ばれまして、市の上水道に切り替えるということが実は決まってますって言われたんですね。プラス110万ぐらいかかるんですよね。紹介してくれた不動産屋さんも知らなかったんですよね。知ってたのはおそらく売り主さんだけなんですよね。で、実は私、大学を22歳の頃に中退してまして、で、ものすごく落ちこぼれてました。っていうのが、当時は大学を出て就職するっていうのがゴールだと思ってたんですけど、当時は就職超氷河期でしたし、中退したということもあって、就職できなかったんですよね。でも私の同級生、小中学校の頃に仲の良かった友達たちは大手の飲料品メーカーだったり、有名な地図を作る会社だったり、あと霞が関の方に就職した人もいたりして、友達たちはいいところに就職していったんですね。で、それでそういった方々と自分を比べてしまって、あ、自分はもう昔は仲良かったけど、この人たちには一生かなわないんだって思って、もう人生終わったなぐらいに思ってました。私が不動産投資を知ったきっかけなんですが、私が26歳もしくは27歳の頃に勤めてた営業会社があるんですが、そこの一つ年上の上司がある日突然私に、マンション買ったんだけどお前住まないか、お前が住むんだったら家賃安くしてあげるぞ、こういうふうに声をかけてきました。その時に住む部屋を人に貸して、家賃収入を得ることが会社員にもできるんだということを知りました。それが不動産投資を知ったきっかけです。当時は営業会社なんですけど、ケーブルテレビ局ですね。はい。自分も先々会社員をしながら家賃収入を得られるようになれば、いいところに就職していった友達たちに追いつけるかもしれないというふうに、なんか希望の光が見えた瞬間でもありました。そこからですね、32歳ぐらいの時にちょうど転職する機会があってですね、その時に、あ、でも家賃収入得たいっていう目標があるんだから、不動産会社に就職したらいいんじゃないかなって思ったんですね。ケーブルテレビ局で営業してた時っていうのは、月額3000何百円とか、4000何百円とかっていう、その高価なものを買っていただく営業ではなかったんですよね。例えば一生に一度の買い物、高価なものを売りたいなと思って、で、そう考えた時に車とか家とかが思い浮かんだんですね。その当時ですね、その時に住宅メーカーがあると思うんですけど、そこで働いてる営業マンとたまたま知り合うことができたんですよ。その人が住宅メーカーの営業のことをいろいろ教えてくれて、ね、住宅メーカーに入りたいなというふうにその時思いました。住宅メーカーに入りたいと思ったんですけど、その時に実は住宅メーカーに入らなくて、当時北九州市が開催する合同会社説明会っていうのがあって、地場に根付いて商売している企業がたくさん集まってですね、たくさんブースを設けて、その転職活動できるような機会を市が提供してくれた場があるんですよ。で、そこに不動産会社が4社出展してて、でもせっかく行ったんだから不動産会社全部聞いて回ろうと思って全部聞いて回ったんですよ。そこで運命の出会いがあって、住宅メーカーではなくて大手の賃貸の仲介をメインとする会社にそこで就職が決まったんですね。そのご縁があって賃貸の仲介メインの会社に入社したんですけど、そこでもうすでに入社したらですね、そこの役職者クラスが数人不動産投資をしてたんですよね。で、アパートを持ってる方、投資用に分譲マンションを持ってる方、戸建てを持ってる方、いろんな方がいて、そこで、この人たちと一緒に仕事してたら自分もきっとできるようになるっていうふうに思いました。はい。だから具体的にそこで勉強を始めたというよりも、普段の業務で不動産投資している上司の方々と触れ合うことがもうすでに勉強でした。はい。2016年にその取引先というか他の会社に勤めている、よくうちの会社に出入りしている中の方がいて、不動産投資したいんだよね。で、実はこういう新築の戸建てがあるんだけど、これ賃貸用にいいと思わないっていうふうに聞いてきたんですよ。仲のいい営業マンがそういう話を持ってきてくれたところが
1棟目の大きなきっかけですね。まあ、新築の一戸建てなんですけど、もともと建て売り住宅なんですが、新築の一戸建てで、間取りが 4SLDK ですね。物件価格が、1900万。まあ、その表面利回りで 7.58% ぐらいですね。はい。まあ、間取りはいいなと思ったんですよね。確かに賃貸で新築の戸建てってそんなにないですし、まあ、賃貸に出したらすぐ決まるだろうなと思いました。ただ、田舎なものですから、家賃もですね、今、結局月12万いただけてるんですけど、まあ、10万はいけるだろうって思ったんですけど、10万を超える家賃設定で決まるかなっていう不安があったんですよね。だから、まあ、仮にですね、まあ、10万だったら決まるだろうと思ってましたので、10万で決まったと仮定して、キャッシュフローがある程度残るようにするためには、融資を長く取る必要があったんですよね。一応、融資が引ければ、買いますって言いました。はい。まあ、ある程度、こう、月数万ずつのキャッシュ、数万キャッシュが残るっていう計算が成り立ったので、これ、まあ、1年、2年経ってば、まあ、ある程度、こう、何十万とかっていうお金が貯まるので、そうなることによって、2棟目買うときの頭金になるなと思ってたので、2棟目に進むための、基礎を築いたような、感覚で言います。2016年の2月に購入したんですが、2016年の3月に、家賃12万で借りていたことができて、で、そのままずっと、入居をし続けてくださってます。基本的にはもうトラブルないですね。はい。ただ一度ですね、入居していただいて、まあ、2年少々経ったあたりだと思うんですけど、お風呂場のですね、お湯の温度調整するボタンとか、追い炊きボタンとかついてる、そのユニットがあるじゃないですか。あれがですね、表示されなくなったっていう連絡が入居者からあって、その対応はしました。ただそのメーカーに来てもらったんですけど、メーカーさん曰く、そのユニットはですね、ちょうどリコール対象商品だったみたいなので、無償で、交換していただくことができました。はい。まあ、それだけですね。今後はどのように運営していくご予定でしょうか。今、家賃12万をいただくことができてるんですけど、これ退去されるとですね、次はもう本当に最初の新築プレミアムで12万で決まってますので、次はもう多分10万切ると思うんですよね。ってなってくると、キャッシュフローもそんなに残らなくなってくるので、先々ですね、設備投資が必要になってくることを考えると、1棟目単体で見たときに、マイナスになる可能性もあるかなと思ってます。1棟目をステップとして、2棟目、3棟目に進むことができたので、1棟目はですね、今の入居者さんが退去された後は、売却してみても面白いかなと思ってます。はい。で、新築の戸建ての賃貸って少ないんですけど、ちょうど私の住むエリアはですね、新築の建て売り住宅の、売れ残りって結構たくさんあるんですよ。で、そういったものがこう安く売られたりするんですよね。で、それを投資家が買って賃貸に出しているケースは他にも何件かあるんですよ。で、今私の1棟目っていうのは2016年に買ってますので築6年経ったんですけど、今ちょうどリアルタイムで他の投資家の方が築5年の一戸建て、新築から買って現在築5年の一戸建てを、入居者付きで売りに出してるんですよ。それが確か家賃が9万5千とかなんですよね。だから私の場合も、まあ、間違いなく10万切ってくるなというふうには思ってます。はい。今その1棟目単体で見たらですね、返済比率が、まあ、ちょうど 50% になるんですよね。これがまあやっぱり次、まあ、10万切ってくると、返済比率が多分 65% 前後とかになってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。それで設備トラブルとか起きない場合はいいんですけど、これがやっぱりキャッシュフローってこう先々の修繕費用とか積み立てておかないといけないので、ってなってくると返済比率がやっぱり 60% オーバーの状態というのはちょっとやや危険だなと思います。それはその利回りのいい築フローを購入して多分5年ローン組んで最初の5年間だけ返済比率が高いとかだったらいいんですけど、やっぱりまだ新築で買って築6年ぐらいのものがこれからまだ返済を20何年と返済していかないといけない中で返済比率 60% 超えっていうのはかなり危険な状態だなというふうには思ってます。はい。所有物件を売却したことがないので正直ですね、いくらで売れるかなっていう自信はないんですけど、チャレンジしてみたいのは残債と同じ額で売ってみたいなと思います。はい。残債が1700万ぐらいあるので、その1700万ぐらいで売りに出してみたいなと思います。1棟目は築6年ぐらいですけど、まあ、築10年とか築20年ぐらいで、まあまあ、その1500万とか1500万前後とかで売りに出てる物件は近所にあるので、不可能ではないかなと思ってます。あとは今、新築の建て売り住宅もですね、全体的に今、値上がり傾向にあるっていうのは、不動産屋さんから教えてもらいましたので、中古需要っていうのも出てくるかもしれないなというふうには思ってます。はい。売却した場合はもう、一括返済します。はい。収益物件を高く売るなら、楽町の一括無料査定。
収益物件の販売に強い会社が100社以上も登録。査定依頼もスマホ一つで簡単。楽町の一括無料査定。2棟目は、2018年に購入したんですけど、ちょうど1棟目を購入して、まあ、丸2年は経ってましたので、キャッシュ費用が徐々に溜まっていって、多少頭金を出せるぐらいの額が溜まってました。で、2棟目は、私は2016年の、2月に1棟目を購入して、でも2016年の10月でですね、当時の不動産会社を辞めたんですね。2018年は私が以前勤めてた不動産会社からですね、そのうちの管理物件でこの物件が売りに出られるからよかったら買わないで、それで購入を決めました。はい。購入当時は築約19年で木造アパート2階建てです。で、間取りは2LDK で1階と2階1世帯ずつの総戸数2戸の物件になります。で、物件価格は450万円で購入しました。はい。で、2世帯なんですけど、1部屋は4万3000、もう1部屋は4万円、計8万3000の、家賃収入が入ってきてます。利回りはですね、約 22.1% ですね。表面利回りはですね。はい。まずですね、450万円っていう金額が、私の手が届きやすい金額だったので、めちゃくちゃいいなと思いました。プラス、築、まあ、ちょっと19年と20年の間ぐらいだったんですけど、約築、まあ、20年弱ぐらいで、表面利回りが 20% を超えているので、あ、もう買いだなって思いました。一瞬で。2棟目は、その1棟目を融資してくれた銀行にまず行きました。ただ、1棟目を融資してくれた銀行に行ったんですけど、やっぱりその不動産会、当時のその1棟目購入した時の不動産会社を辞めてますので、かなりこう、評価が渋くなってました。で、結論、頭金が200万円必要という結論になりました。はい。その1棟目だけで、そのキャッシュフロー200万も貯まってなかったので、あ、200万だったら厳しいなって思いました。で、その2棟目を紹介してくれた、不動産会社の、当時の店長に、ちょっと融資が難しかったですねっていう話をしたら、じゃあ、どこどこ地銀に行ってみたらって言われたんですよね。で、その時に、どこどこ不動産の、店長が、どこどこ地銀さんに行ってみたらって、言われたって言っていいよって言われたんですよね。まあまあ、俺から言われたって言っていいよっていうふうに言ってくれたんですね。だからその店長から言われた地銀に行って、どこどこ不動産の店長から聞いてきましたって言ったんですよ。はい。ああ、そしたら、あ、そうなんですねって言われて話を聞いてくれて、で、最終的にその地銀が頭金30万で OK ですってなって購入することができました。金利は 1.6% ですね。融資期間は、10年ですね。はい。希望としては、まあ、15年を希望したんですね。15年ぐらいの方が、やっぱりこうキャッシュフローが残りますので、ちょっと長めにお願いをしたんですけど、まあ、地銀から言われたのは、当時、築、まだ20年は経ってなかったんですけど、もう間もなく、法定耐用年数を超えてくるので、15年っていうのは非常に難しいと。まあ、もう、精一杯頑張って10年だと。そういった説明を受けました。ただ、それでもやっぱり、10年って短くなっても、買いたいなと思ったので、もうそれでも大丈夫です。お願いしますっていう形で。融資をしていただきました。10年でもそうですね、返済比率 60%、もう特に私の場合は融資ありきでしたので、もう融資していただけるときに買わないと、まあ、チャンスを逃すと思って。で、あとは、返済比率は高かったんですけど、まあ、8万3000の家賃収入に対して、まあ、5万をちょっと超える返済からスタートしているので、まあ、2世帯で満室で家賃収入8万3000っていう非常にコンパクトな物件ですので、途中で例えば一部屋退去があったとしても、まあ、自分自身で耐えられるなって思ったのも、購入を決めた要因ですね。はい。これがその何十世帯もあって返済比率が 60% 超えとかだったらやっぱ怖くて買えないですけど、私の住む町っていうのはまあ割と全体的に田舎町なんですけど、こう2棟目物件っていうのは特にその町から外れてる場所に立ってるんですね。で、だから周辺にですね、賃貸アパートとかって基本的にはなくて、周りはもう本当に昔から住んでる年配の一戸建てに住んでる方々ばっかりの中にポツンと立ってます。立地条件的にはですね、賃貸需要がそんなにない場所なので、ペットを飼う物件なので、まずは、ペットを飼える部屋を探している方、あとは、2LDK で、まあ、今はちょっと
購入して数年経ったので築20年超えてるんですけど、築二十数年で 2LDK で、まあ、家賃が4万とか4万そこそこっていうのはかなり私が住むエリアの中でもちょっと安めにして設定してありますので、例えば若くて安くてそこそこ広い部屋を探してる方、例えば新婚さんで 2LDK で、まあ、安くてそれなりに綺麗なところを探してる方、もしくはペット化物件を探してる方、このあたりがターゲットになってきます。出口はですね、2棟目に関しては今のところは出口を考えてなくてですね、長期保有したいなというふうに思ってます。はい。っていうのがコラムの中でのそのコメンテーターのカズさんが使われる表現で、ローンの返済が終わったらですね、そのキャッシュマシーンになるっていう表現をコメントの中でされてらっしゃって、要はもう入ってくる一方ですよね、返済がなくなるので。で、10年ローンで購入して、今はもう約4年ぐらい経つんですけど、一度ですね、ローンを返済してキャッシュマシーン状態になった姿の物件を所有してですね、こうお金が入ってくる一方というのを経験してみたいなと思います。はい。二棟目はですね、購入した後に町内会から呼ばれまして、実は別途お金がかかるよっていう、のが苦労したところですね。購入するまで、まあ、購入した後もわからなかったんですけど、まあ、わかりやすい言葉で言うと、その小さな町内会の中にあるアパートなんですが、その町内会っていうのは、水道設備が井戸なんですね。町内会の井戸で各家庭に水道を引いてるっていうような状況でして、井戸の設備がもう老朽化して古くなってきたので、井戸を廃止して、市の上水道に切り替えるということが実は決まってますって言われたんですね。で、それ知らずに購入したので、初めて聞いたときは、マジですかっていう感じですよね。はい。で、これじゃあ私がもし断ったらどうなりますかって言ったら、その、結局上水道を引けなくなるので、まあ、個人でもう水道設備をなんとかするしかないと。だから自分で井戸掘るとかですね、するしかないと言われたので、その、もう参加する選択しかなかったんですよね。マジですかって思ったんですけど、結局上水道に切り替えるので、お金がかかりますよっていう話だったんですね。まあ、450万円で買えて、あ、安く買えてよかったなと思ったんですけど、その後別途、何十万かかるんですよね。で、結論ですね、プラス110万ぐらいかかるんですよね。まず、1世帯あたりですね、給水引き換え工事代金っていうのが、まあ、14万少々かかります。あとは、水道メーター設置費用っていうのが11万少々かかります。で、これ合わせて、25万6千円っていうのが、1世帯あたりかかるんですよね。で、それとプラスして、今度はなんか、自治会から市に払わないといけない費用っていうのを各家庭で、月5千ずつ5年間積み立ててると。それも払わないといけないので、1世帯5000円かける5年間分ってなると30万ですよね。だから私2世帯ありますので60万、60万が別途かかるんですけど、これは、2024年に支払わないといけないので、先ほどの給水引き換え工事代金と水道メーター設置費用の、まあ、25万6千円、2世帯で約50万になりますけど、約50万を間もなく払って、2年後に残り60万を払うっていうような感じですね。はい。紹介してくれた不動産屋さんも知らなかったんですよね。はい。知ってたのは、まあ、おそらく、その、売り主さんだけなんですよね。まあ、もともと450万円っていう、いい条件で、こう市場に出したらもう結構飛びつくと思うんですよね、いろんな方が。で、そういう物件を回してもらったことが、そもそもありがたいことですので、まあ、予想外の出費ですけど、これ上水道に切り替わると、やっぱり井戸よりも上水道の方が、後々運営的にもいいので、まあ、必要な設備投資だと割り切って、まあ、プラスに捉えて、これで物件がグレードアップされるんだったらいいやっていうふうに思いました。この経験を通じて思うのは、まず購入する物件のですね、こう所属するですね、こう町内会とかっていうのは事前にチェックした方がいいなと思いました。でまた購入する前に、町内会に対して払う費用があるのかどうかとか、そういったところの確認も必要だなと思います。まあ、売り主さんへのヒアリングであったり、やっぱり重要事項説明書の中にですね、知っておかないと困るようなことっていうのはしっかり入れていただかないといけないと思いますので、購入するときのその仲介会社への確認であったり、売り主さんへの確認というのは、かなり入念に行う必要があるなというふうに感じています。まあ、規模拡大していきたいという目標があります。
ただ今、巷で言われているやっぱファイヤー、ファイヤーって今、ものすごく流行ってると思うんですけど、そのファイヤーしたりとか、そういうのも特になくてですね、でも規模は拡大したいと思ってるんですけど、まあ、なんで拡大したいかっていうと、私はやっぱりこう不動産投資してて楽しいんですよ、面白いんですよね。面白いから、まあ、好きなことは得意になりたいし、面白いことはより極めたいとかっていう気持ちが出てくるので、だから自分なりのペースで少しずつ物件数を増やしていきたいなというふうには思ってます。それはその儲けたいからではなくて楽しいからです。でも楽しいことを続けるためにはきちんと利益を出さないと継続もできないので、楽しいことを続けるために正しく儲けたいなというふうに考えてます。あとはですね、私のすごくリスペクトする不動産投資家の方がいるんですけど、まあ、その方がですね、やっぱりこう、新築を建ててですね、やっぱり成功されてる方がいるんですけど、そういう姿を見て、ああ、かっこいいなってものすごく思うので、まあ、不動産投資を始めた当初から、いつかは新築アパートに挑戦したいなというふうに、思ってました。まあ、それを目標にしてました。いろんなご縁が巡ってですね、今年、新築アパートを建てられるようになりましたので、完成時に満室になるように、今年1年間頑張っていきたいなと思います。